ウィン・ウィンストン・パーシーは、イギリスのレーシングドライバー。各国のツーリングカーレースで活躍し、イギリスツーリングカー選手権では、1980年から1982年までの3シーズン連続で、マツダ RX-7 とトヨタセリカでチャンピオンを獲得。1984年以降も、継続参戦。フォードシエラや日産、プリメーラをドライブして、 高成績を残した。また、ルマン24時間レースでも活躍したほか、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権でも活躍していた。パーシーは地元のガレージに自動車整備士として就職したことで、モータースポーツに参入。彼の最初のレースは1964年で、彼自身のフォードアングリア1200をドライブするローカルタイムトライアルイベントで、 それに勝ったがその過程で遥かに強力な車のドライバーを破った。最初は趣味として競争力のある運転を追求していたが、彼の生来の才能は、キャドーエルパークでの1973年のテレビ、法営ラリークロスレースで3つの勝利をすべてするなど、全国レベルのレースですぐに多くの行為での結果をもたらした。これらの結果の裏側で、彼は1974年に、 プロに転向し、イギリス改造スポーツカー選手権で、スパイク・アンダーソン・サムリダット 3240Z を運転し、再度彼は勝利した。パーシーは、1990年にホールデンレーシングチームを管理、運転しました。翌年、パーシーは初めて、イギリスツーリングカー選手権に参戦。BTCC での彼の最初のレースは、パーシーがトヨタを運転して、クラスを獲得し、 上記のクラスでウォーキン賞のフォードエスコートを攻撃した。あと、トム・ウォーキン賞に初めて会ったことにもなる。1983年、パーシーは、ポルシェ 928S で、ウィリア24時間を獲得。ウォーキン賞がパーシーに、トム・ウォーキン賞レーシングで1980年シーズンの、マツダ RX-7 でドライブを提供するまで、彼は次の4年間トヨタに固執していた。 パーシーは TWR で1980年のチャンピオンシップを獲得し、翌年にはその偉業を繰り返した。ウォーキン賞の風変わりなユーモアのセンスの誤解により、パーシーは1982年にトヨタに戻ることに同意し、1982年のトヨタガローラで BTCC の王冠を再び獲得。1985年にニュルブルクリンクでトム・ウォーキン賞と ウィンパーシーのローバービテス。ドライバーデータベースからの結果。ありがとうございます。